お疲れ様です。ラットです。今日はですね、ラバクロを使いたいと思うんですけど、こちら、バーバリアン型です。バーバリアン型。僕は、すごいランバー型のラバクロが好きだったんですけど、この、海外のスーパールーパーンジって人がいるんですけど、この人が、このラバクロで世界10位まで行っちゃってるんでね、ラバクロ使えば皆さん、世界10位行けます。っていうわけで。ちょっとラバクロに助けてもらおうかなと思います。いやトロがねやばいんすよ、上がんないんすよねマジで。なんか展開手前ぐらいまで行ってたんですけど、結局今展開には行けず、ちょいとトロ落としてる状態なんで、ちょいとラバクロで上げたいと思います。はい。でまあなんでバーバリアン型なのっていうのをすごい思うんですけど、まあ、シンプルにあれですね、ランバーだと、まあ、攻めではめっちゃラバクロが刺さるんですけど、防衛がやっぱきつくなるっていうのはあると思いますね。ユイヒーロー、ユイヒーローじゃないですか。よろしく、よろしく。なんでバーバリアンだと、まあ相手は逆にそのホバリングにもファイブ打ちたいし、バーバリアンにもファイブ打ちたいしみたいな感じで、まあ、ファイブかつかつロリババ咲いたらスケブも刺さるしみたいなところはありますね。いやー、で、ラバクロ、ラバ展開したいですね。ユイヒール多分ゴレだったと思うんですよね。ゴレの、いや、なんかな、すごいの使ってたんですよね。ライドラ、ライドラ、ベビドラ、トルネ、ちゃうかな、なんか、すごいこれ使ってたんで、まあいいかな。ゴレだとしたら、初手ゴレなかったら美味しいから、ラバてか、まあこのタイミングまで待つっていうことは大型なんで、あ、そう、墓石入りだった気がする。ユイヒロめっちゃ当てるんですよ。昨日だけで2、3回やったかもしんない。めちゃくちゃやってる。ベビドラ。これベビドラ出して、相手がメガゴとかなんか来たところをホバリングで焼く。ほら。これクローンしてこう。ぽい。ラバクローンで、これトルネ裂かれるけど、トルネ裂いたから、このままコウモリも裂いて、あ、雪玉か。もしかしたら。あれおや、ラバクロ芸人、ラバクロさては強い説あるよね。でこういうとこでスケブとかは意外と追いたけしとくと相手はそうきついっていう。おや、ワンチャン落ちないかなこれ。まあまあまあ、あと1400ですね。ということでここのベビーは無視します。ここのベビー無視してもう一回ラバ硬い作って OK。全くないですかこれ。ラバクロであれっていう、ユイヒーローもえって。よし、もう一回ベビドラ裂いて、おお、なるほどね。これはどうしようかな。ランバーめちゃくちゃ欲しいんですけどね。これもラバクロしたいでいいかな。ちゃちゃっとやって2周目ラバクロみたいな説ないかな。おお、やばい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 。ライドラ、ライドラ強い。ライドラがやばい、鬼強いんだけど、けどこのゴレ多分溶かせるんですよね。これでオッケーオッケーオッケー、溶かす。オッケー、これ30秒耐えれるっすね。しかもまたまたこのままラバつけれるんで、あ、ベビー、いや、そのあれはうまいやん。そのライドラのゴレはうまいけど、ここで登場バーバリアン。いや、鬼の防衛マジでえぐいんですよね。これバーバリアン、ランバーだとまあ攻めにはもっといいかもしんないんですけど、やっぱ防衛が危なくなっちゃうんで、よいしょ、こうバーバリアンのおかげで守れちゃうっていうやつですね。グッドゲーム。ふーし、いや、ラバクロ気持ちいいっすね。もうなんか、しょっぱなで勝ちが決まったみたいな、ところはありましたね。ラバクロ。よし。はい、6-1に戻り、さあ、まず2000円ほどいきたいなと思います。よし、来た。スーパー、わかんない、よろしく。で、よーし、基本的にやっぱラバーって意外とこのラバクロデッキって初手ラバしていいんすよ。意外と初手ラバしていいんすよね、マジで。そのなんでかっていうのが、ラバ出した際の普通逆サイがきついから初手って良くないって言われるんですけど、この瞬間に逆サイ来てもスケブあるし、このラバー側に行くホバとかもあるんで、これでいい感じにできるんですよねって言ったけど、まあ突破されちゃうっていう。オッケー、でもザップ咲いたからこれで、おお、いや、うまいかよ。けどこの
防衛ホバから攻めにつながるんで、これタイミングを入るぐらい出すと、まあ、コウモリとかメガコがなんか来た時にラッキーかなっていうのなんですけど、トルネサイタっすね。コストもないでしょ。ぽい。終わった。よし。よし。ワンチャン。しかもザップサイター今。やばくない?やばくない?ザップサイターよ、君。ザップサイターよ。おいたき!おいたき、おいたき、おいたき。あー、これ雪玉打つ、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 打つ。まあまあ、ガゴムレか。アイスイズガゴムレ。ジャイミニペ。トルネ。えぐいな。えぐいっすね。なんで、でもトルネもザップサイターんで、またラバしていいっすね。ジャイ来たら、速攻でスケベで溶かすか。まあ、バーバリアン、ギリ、ダメージ受けてからでもいけるんで、よいしょ。ってことで、はい、ラバ。でも、相手が、ちゃんとザップとか、オフをやってないのにやっちゃうと良くないですけどね。打っときたら泣きたいけど、まあ、ここそうっすね。さっき相手ザップサイターだから。さすがにやんちゃすぎないかな、この子。グッドゲームっていうとこ。グッドゲームは、煽りかな、ワンチャン。アイスイーツがゴムレだったから、パパーンって言って、出して、出して、よいしょ。はい。はい、お疲れー。はい、お疲れー。はい、お疲れー。よいしょ。いや、マジで、やばいっすね。これもラバー付け出して、まあ、ラバー削りっすね。よいしょ。え、強い!しかも、早い!しかも、楽しい。いや、でかいなー。しかもこれで36とかもらえた。素晴らしいですね。やばいですね。だって今の見てたらやばい。でもやっぱちょっとはその相手のその考えないとやっぱダメですね。もし相手が途中ザップを割いてなくて、僕がラバ展開あそこしてたらジャイミニペで落とされてたりもあったんで、なんでちょっと考えないといけない。でもしじゃあ相手がザップ打ってなかったらあそこはどうしたのっていうのは、どうするだろうな。普通にどうだろう、ケツバーバリアンセパとかしてもワンチャン良かったかもしんないですね。受けからで様子見ていけるん で、 で相手がケツできたらまたラバー合わせて、相手が敵のユニット出し来たらこっちもベビドラとかユニット合わせていくっていうのもありかもしんないですね。来たー。おこれだ。これの人はジャイプリライドラの人なんですよね。よろしく。だから普通にラバ展開しちゃうとケツジャイ来ねえかな。ラバ展開した瞬間に逆サイジャイプリでスケベ出しても突破されて終わりになっちゃうんで、さあ、いやどうしようかな。ウッドサイタ、ウッドサイタよ。いや美味しい美味しい。このままザップも避け、ザップも避け。いやこれは許容して、いやコウモリでもよかったか。オッケー。さあ形を作りましょう。相手は今ウッドサイタってことで、しかもライドラメガゴです。多分。ほぼ確で。セパレートコウモリで、これラバの後ろにもだし、防衛にもできるコウモリ最強。で、これホバリング。ザップ使わねえかな。あ、危ない危ない。で、こっちにしとこう。スケブでもよかったんですけど、ザップでパンがちょっと怖かったですね。で、これ気持ちクローンいるかな?いらないかな?早く打たれる。いや打たない。ファイブしとけばよかったな、マジで。ファイブじゃない、クローン。いや、まあ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 。で、ここで、ワンチャンベビドラで、緊急したかったけど、そんなしてること、本当してる余裕はない。ザップしかも打たない。オッケーオッケーオッケー。でも一回ラバ展開ですかね。いや、やばい。このラバ展開甘えたかもしれない。ここの、あ、ウッドサイター美味しい。オッケーオッケーオッケー。いけるいけるいける。これはいけますね。あれで3スペだけど、言うほど怖くない。しかもメガゴ咲いたから、え、メガゴ咲いたら相手やってるね。あ、なるほど。この位置をちょっとずらして、オッケーオッケー。クロンクロンクロンして、オッケー。しかも今ザップ咲いた。これ相手ファイブじゃないと処理できないけど、これにファイブ当てるのむずいよ。これこれにファイブ当てるのむずい。相手いやー惜しい。頑張ったけど届かない。よしよしよし。これコウモリ右に捨てられるべきだったな。まあまあ、ジャイ来た瞬間にハシマイバーバリアン、あ、ジャイじゃなかった。でここのディガーをこのホバリングでこういう位置で防衛するのはすごい大事です。それと防衛できるし、しかもラバの後ろに行くんで、でこれ絶対メガが当ててくるんで、もう先に出してクローンしとこう。フェーイ、よいしょ
すごい声出てる。まあ、でまあライドラがでもちょい厄介ですけど、今ファイブ使ったんで、これバーバリア出したら100解けますね。100解けるんで、しかも左も刺さってる。いや、これがラバクロってやつですね。いや、やばいな、なんかめちゃくちゃいいかも。ワンチャンこれでなんかグローバルいけないから、めっちゃ上。よし、グッドゲーム、グッドゲーム。てかまああれですね、あの僕がこのマルチを結構やってるのもあるんですけど、この海外の誰が何使ってるかっていうのをほぼ覚えちゃってるから、あれですね、立ち回りやすいのがあるんで、まあ、ちょっとここまで楽に勝てるかわかんないですけど。はい、いや、良ければマジでこのバーバリアン型、僕前紹介したのランバー型だったんで、このバーバリアン型もぜひぜひ使いやすいと思うんで、使ってみてください。というわけで、久しぶりに一人動画、久しぶりに最近コラボ動画ばっかだったんで、はい、まあ今後も動画出していくと思うんで、よろしくお願いします。というわけで、お疲れ様でした。